こんにちは。こんばんは。今回は、前回の続きです。今回は前回本編をプレイしたプレステのリアルバウト画廊伝説スペシャル、ドミネイテッドマインドのおまけディスクの方をちょっとやってみるのよね。説明ご苦労苦しゅうない。なんで偉そうなのよ、ぶん殴るわよ。まあとにかく今回は前回言ってた通り本当にちょろっとおまけディスク覗いてみるってだけの回なので適当に見流していただければと思います。てなわけで早速スイッチオンです。で無事起動しましてタイトル画面になり、ここでそのまましばらく待っていると、って感じで初代画廊伝説からリアルバウト画廊伝説スペシャルまでの歴代6作品のオープニングムービーを順番に見ることができます。購入品紹介の時にこっちのディスクで歴代のオープニング見れるって言ってたけど、タイトル画面で放置してると一気に全部見れる感じなのね。どうやらそうみたいです。せっかくなので一応このまま通してみておきますが、別に過去作のオープニングムービー見なくてもいいやって人は適当に2分半くらい飛ばしてちょ。数奇な定めに導かれ、男は再びこの町に、伝説は終わらない。画廊伝説3、遥かなる戦い。リアルバウト画廊伝説スペシャル。ってことで6作品分のオープニングムービー終わってタイトル画面に戻ってきました。でスタートを押すとスタートとコンティニューが出てくるので、スタートを選択して始めてみます。こんにちは、 SNK ファンコレクション画廊伝説へようこそ。へえ、がっつり喋る感じみたいね。ああ、もっとチャチー感じを想像してたけど意外とちゃんと作られてそうだな。このソフトは画廊伝説の世界をもっと知りたいあなたのためのデータベースなの。でもデータはただじゃ見られないわ。今まで画廊伝説に登場したたくさんのキャラクターに取材してデータを集めていくのよ。頑張って全部のデータを集めてね。それじゃ、ただ単にデータベースを眺めるって感じじゃないのね。ああ、なんかプレイヤーが記者となって各キャラにインタビューして回って情報収集してデータベースを作っていくって感じみたいです。でこちらがメインメニューで、
ここからインタビューに向かったり集めたデータを閲覧したりファンイラストやコスプレ写真を見たり BGM に合わせて踊るポリゴンのダックを見たりするって感じみたいです。ダンスを踊ってところでダックの踊りが見られるわけね。ああ、ウプ主的にはダックの踊りを楽しみにしてたんだけどなんか思ってたダンスとちょっと違いました。そうなの？ああ、勝手に派手なブレイクダンス的なやつが見られるんじゃないかと思い込んでたんだけど終始こんな感じでゆるい感じで踊ってるだけでした。そうなのね。ああ、ポリゴンのダックがウィンドミルやらヘッドスピンやらかましてくれると思ってたのでちょっと期待外れだったかな。まああくまでおまけなわけだし過度な期待をしたこっちが悪いわよね。そうだな。まあこれはこれでなんか妙な味があって嫌いじゃないけど確かにこれはこれでなんか見れちゃうわね。とりあえずダックのダンスはこれくらいにしてメインのインタビューモードちょっとやってみます。じゃあインタビューの説明を簡単にするわね。まずキャラクターセレクト画面で取材したいキャラクターを選んでね。そしたら今度はプレゼントセレクト画面が表示されるから好きなものを3つ選んでね。取材中に相手にプレゼントをあげることができるのよ。相手が好きそうなものをあげてね。取材中には他にもクイズをしたりパンチすることもできるわ。いやクイズはまだしも取材中になぜパンチ？きっとあれじゃない？プレイヤーの記者もゴリッゴリの武闘派なんじゃない？知らんけど。いやそれでも取材相手にパンチとか失礼すぎるでしょ。いちいち細かいこと気にしてっとけがなくなるぜ。なくならないわよ。プレゼントやクイズに成功するとそのキャラクターのデータが手に入るわよ。頑張ってね。それじゃ行ってらっしゃい。まずは編集長の話を聞いてね。ほうほう、山崎は馬刺しが好きだったんだな。まあ確かに生肉に合うイメージあるけどなんで編集長そんなこと知ってるのよ。きっと編集長は山崎が推しメンなんだろ。いやうん、多分違うと思いますけど。でこの後キャラ選択画面からインタビューに行くキャラを選ぶんだけど、せっかくなので編集長の推しメンである山崎さんから行ってみます。でキャラ選択後は持っていくプレゼントをこの中から3つ選ぶようです。なんかあれね、結構特定のキャラを連想させるアイテムが多い気がするわね。そうだな。でとりあえず今回は適当にビールとナイフと整髪用の3つを持っていくことにしました。あれ、馬刺しは？馬刺しは選択肢の中になかったから多分別で持ってるって感じなんじゃないかな。で山崎さんの事務所にやってきまして、いかにも生きて帰れなそうな雰囲気がプンプンしてますが、って感じで馬刺しを渡したらすんなりとインタビューに答えてもらえるようになりました。いやどんだけ馬刺し好きなのよ。でインタビューの方はこんな感じで選択肢が出てくるのでって感じで一個一個質問していき、回答が得られた項目は文字の色が暗くなって情報収集成功になるようです。でこんな感じですんなり教えてくれない場合もあるので、その時はまた選択肢選んで当てればいいみたいです。間違えたみたいね。間違えても特にペナルティはなさそうで、正解するまで何度も答えればいいっぽいです。あくまでおまけだしそこまで厳しい感じじゃないみたいね。ああ、時間はかかりそうだけどじっくりやれば誰でもデータコンプリートできそうな感じかな。まあ本当にちょっとしかやってないからキャラによってはなかなか情報引き出せなかったりするのかもしれないけど、でインタビュー中に三角ボタンを押すことでプレゼントを渡したり本人に関するクイズを出題してもらったりパンチくれたりできるみたいです。ちなみにパンチに関してはそのキャラクターに関する全データを入手していないと成功しないようで、全データを入手した後パンチをすることでさらに最後のデータがもらえてそのキャラの情報はコンプリートとなるようです。あと今試しにプレゼント渡してみましたが、どうやら山崎に渡すプレゼントはナイフであってたみたいです。適当に持ってきたのに当たったわけね。渡すべきプレゼントもインタビューの内容から推測できるので、正解のアイテムがわからない場合は一旦ある程度情報収集してからプレゼント入れ替えて出直せば割とすぐ正解のプレゼント渡せそうです。でこの後クイズに挑戦したんですが、って感じで記憶力が鶏並みのウプ主さんはさっき聞いた情報もうろ覚えだったので見事にクイズを外しまくり、
残念ながら1回で全ての情報を集めることはできませんでした。そうですか。まあでもこの後すぐ再挑戦してクイズをクリアし。パンチも成功させて。ってな感じで山崎のデータはコンプリートすることができました。でデータをコンプリートしたキャラはキャラ選択画面に完了と書かれるようです。これ全部のキャラのデータを集めるにはかなり時間かかりそうね。ああ、初戦を負けディスクだろうと舐めてかかってたけどこれだけでもしばらく遊べそうなくらいしっかりボリュームある感じでした。まあとりあえずインタビューの流れは大体わかったのでこれくらいにしておきます。ちなみに集めたデータはメインメニューからこんな感じで見ることができます。じゃあ、データの見方を簡単に説明するわよ。まず、キャラクターセレクト。テキストだけ読んで前の声飛ばし出したわね。思ってた以上にプレイに時間かかってしまってるので途中から結構巻きでやってました。で先ほど情報収集を完了した山崎さんを選択してみまして。あとはそこからプロフィールやら相関図やら出演作品のイラストやら見られるって感じでした。ちなみにもちろん出演してない作品のイラストはありません。まあそりゃそうでしょうよ。まあとにかくインタビューで集めた情報はこんな感じでいつでも見られるようになるって感じでした。あとはファンルームではこんな感じでファンが描いたイラストを前のナレーションと共に見られたり。選ばれた5人のコスプレイヤーが扮する前、キース、テリー、マリー、ボブのコスプレ写真が、こちらも前のナレーションと共に見られるようです。キース、文字通りの大悪党ね。すっごく雰囲気出てるわ。マイちゃん戦闘態勢、これからキースと戦うのね。前の手からセンスが落ちる。なんかギースやけに細いわね。そうだな。逆にテリーはちょっとふくよかさんだったぜ。うん、マットって感じでもないしちょっとふくよかさんな気はするわね。でブルーマリーがこんな感じで、ボブがこんな感じでした。なんか楽しそうよね。あ、こういうのって見る側よりやる側の方が楽しめそうだよな。ってことで全体をちょこちょこっと流しにした感じですが、ファンディスクの方は大体こんな感じの内容でした。ちょこちょこっと見ただけでも結構な時間になったわね。あ、おまけディスクとは思えないくらい結構なボリュームだったな。ってなわけで今回はこの辺で終わっておくぜ。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。Thank you.